日本のマスコミ信頼度また減少イギリスのオックスフォード大学とロイタージャーナリズム研究所がデジタルニュースリポート2020を発表いたしました。この中で世界の40カ国に対しマスコミに対する信頼度が調査され、日本においてはマスコミの信頼度が37%となり、昨年と比べ 2ポイント信頼度が減少し、世界で22位となったことが確認されました。また、マスコミ別の信頼度はこのようになっており、NHK の信頼度がトップで、最下位はバズフィードとされておりますが、まあ、他にもハフポストであるとか、え週刊新潮、また文春も ほぼ信頼されていないということが確認できますけれども現状ですね日本のマスコミにおいて COVID-19 に関連して変更報道が繰り返されていることがマスコミの信頼度低下の原因になってるんじゃないかと見られております日本のマスコミ関係者の皆様には今一度ジャーナリズムとは何たるかを 勉強し直していただき、これ以上マスコミを報道を悪用して、プロパガンダを垂れ流し、これ以上マスコミの信頼を失わないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。